国道367号起点京都府京都市、下京区からすま五条交差点国道367号は、京都府京都市から、滋賀県高島市を経由して、福井県三方上中郡若狭町に至る一般国道である。京都市佐京区大原付近起点の京都市から、滋賀県大津市の途中へ津や、花折峠を北へ進む。その後、高島市を経由し、 途中の今津町、保坂交差点より先は国道303号と重複となり、終点の福井県三方上中郡若狭町に至る路線である。国道162号と共に京都市と福井県を結ぶ主要道路の一つとなっている。近年は道路拡幅を中心とした改良が大津市葛川地区を中心に進んでいた。かつてのような境外箇所ほぼ解消し、 毎年冬に京都市内で開催される各種駅伝大会のコースの一部となっている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、起終点及び、経過値は次の通り。なお、政令上の終点は、福井県尾入郡上中町となっているが、合併に伴い、現在は、福井県三方上中郡若狭町となっている。 滋賀県高島市区付橋梁トンネル途中トンネル、大津市以下立途中、町道の駅大津市以下立途中町と中越付近、国道303号との分岐滋賀県大津市松町、保坂交差点。ありがとうございます。